あ、はい、あのお菓子屋なんですけど、準備を見てください。あ、はいはい。こんな感じで、あの全国のこれってお菓子ですか？あ、そう、お菓子なんですけど、はいはいはい、なんかどれか美味しそうとかありますか？あ、どうしようかな。これって、おすすめはありますか？おすすめが一番がバームクーヘンなんですよ。一番これですか？これなんですけど、はい、鎌倉で2000円するんですけど、はいはい、1650円で焼いて食べたらめっちゃ美味しいんですよ。で、あの5月の27日まで日持ちして、はい、すごい美味しいんですよ。うん、なるほど。これ北海道の博多。北海道、一番人気、二番人気、三番人気なんですよ。一番人気はこれ。そう、一番人気カマンベールチーズケーキ。はいはい。で、6月の11日まで日持ちするんですよ。なるほど。で、なんか気になるのありますか？ちなみにこれって何ですか？これはね、鮭とばなんですけど、はい、これ硬くなくて柔らかくてすごい美味しいですよ。どうしようかな。じゃあ、はい、じゃあこれにしますか。これを1つ。あ、はい、1つ。お願いします。1000円になります。1080円ですね。はい。1080円。はい。あ、なるほど。美味しい。皆さん、食べてみてください。はい。お邪魔します。はい。関東とかいるんで、見かけたら声かけてみてください。出身はどこですか？出身ですか？私ですか？はい、福岡出身。あ、福岡か。はい、なるほど。福岡です。結構遠いですね。結構明太子が有名で。あ、920円。あ、先生ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。 ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、刚才呢是一位女生在路上推销他们店的糕点，我是花了1080日元，然后买了这样子一个北海道产的芝士蛋糕。看来这个芝士蛋糕不用刀切开还真吃不了。好，那我就带回家慢慢的品尝吧。